生産性向上に向けて政府として最も重要視しているテーマ、すなわちサービス産業の生産性の向上。日本のサービス産業の労働生産性は米国の5割程度という水準にとどまっております。ただしこれは言い換えればサービス産業の生産性向上の余地が非常に大きいということでもあります。日本生産性本部と経済産業省はですね、生産性向上という共通の目標に向けて二人三脚で一緒に取り組んでいる同志であります。サービス産業の生産性向上の鍵の一つはやはり IT の導入であります。中小サービスと生産性戦略プラットフォームを発足をさせました。人口減少の中で人は付加価値を生み出すことに集中をしよう。でそれ以外のもので価値を生み出さない作業をいかに機械に置き換えていくか、これは分母の議論として大事なんだろうなと。経営を科学する中小企業であります。勘と経験だけで経営をしております。他と比較をしてですね、自分のところがいかに遅れているのか、どこが弱点なのかということを分かってこそ生産性を上げていかなければいけないという意識を持つのではないかなと思っています。一人一人が十分に能力が発揮できる働き方というものを新たに作っていく。経済の主役は人間であるということではないかというふうに思っております。日本の問題というのは集約してきますとですね、高品質低価格、過当競争、最低賃金の問題と女性の活躍の問題という4つに略することができます。生産性の議論というのはインプットとアウトプットの差の議論をするわけですけども、ここだけに着目するんじゃなくて、これをもたらしている利用者サイドの価値競争の構造がどうなのか、供給者サイドの価値競争の構造がどうなのか、それがどういうそのインプットとアウトプットの比率を生み出すのかという、この大きなサイクルを回していくことが重要である。まさに官を挙げて日本の生産性向上に向けて取り組むべき正念場を迎えておるというふうに思うのであります。